島根の先生大募集今日から松江市を走り始めたバスに描かれています仕掛けたのは島根県教育委員会実はこれ教員募集の広告です初めての取り組みという教員募集の広告バス背景にあるのは深刻な教員不足です 教員の不足数、欠、ま、員、あ、と呼んでおりますけれども、今年度の年度当初で、まあ、小学校、中学校、高校、特別支援学校、すべて合わせて32名の欠員が生じておりました今年4月1日現在、島根県内の教員数は過去最大となる32人も不足、その原因とは。まあここ数年ですね 教員の大量退職が続いております、まあ、50代の教員が非常に多い状況ですので、毎年多くの教員が退職をされます、一方で、まあ、教員のなり手は不足傾向にありまして、県内の人口自体が減っておりますし、その中で教員を志望される方もどんどん減ってきているという状況があります昨年度の教員採用試験の受験者数は906人、10年前が1220人。 20年前はおよそ1500人で年々減少が続いています特に小学校の教員確保が厳しく昨年度の倍率は過去最低の1.7倍と初めて2倍を切りましたその背景にはおそらく教員の働き方がかなり厳しい状況にあるというイメージが広まっているということも影響しているのかなと思っております 教員の労働環境が悪いというイメージも大きいということで、県教委はプロモーションビデオを作成するなど、教職員のイメージアップも図りたいとしています。